1分間差し上げます。この部屋の中にある赤いものを数えてみてください。さて、では部屋の中に青いものはいくつありましたか？セブンイレブンのロゴには一文字だけ小文字のアルファベットが使われています。それは何？信号機。一番右は何色ですか？トラさんのほくろは左眉だけど、シーナリンゴが除去したほくろはどこにありましたか？非常口の誘導灯のデザインされた人型の絵。この人は左右どちらの足を前に出していますか？チューリップの花びらは何枚？あなたの腕時計を外してください。さあ、秒針に矢印はついていましたか？この用紙に文字盤を書いてみましょう。僕らは結局見ているようで見ていないけれど、それは仕方ないらしい。僕らの視覚器官は1秒間に1ギガバイトもの情報を受け取っている。その全てを受け取っていたら脳は処理しきれなくてパンクしてしまうだろう。だから僕らは防衛本能において自分に必要な情報だけを切り取り受け取っているに過ぎない。インターネットにつながれば豪雨のように膨大な情報が僕らを襲ってくる。本当のことはすぐにガセネタや噂にまみれてどこかに埋もれてしまう。落書きのような言葉ばかりで満たされていってしまう自分。分かっているつもりでも自分の中からいらないことを取り除いたら空っぽなんじゃないの？